皆さんこんにちは。はい、今回はですね、こう太一クッキング、なんて言うんだ、何がいいんだ。ちょっと待って、一回それだけ話していい？太一クッキング。太一クッキング。これ太一いないよ。いいの。太一クッキング。太一クッキングでいいよ。はい。ちょっと最初。はい。はい。じゃあ今回は太一クッキングということで、今回は料理を作っていきたいなと思っております。で、今回の料理はなんと。ローサビーフ丼です。待って、この企画は、はい、どの人をターゲットにしてる？普通は、はい、野郎二人の料理誰が見る？大丈夫です。我々のね、ファンの方たちはね、これがね、ちょっと見たいっていう方もいるんですよ。太一さんですらないけど。大丈夫ですか？大丈夫です。で、もう我々がね、今から料理を作っていくということなんですけど、先生、料理は得意ですか？食べる専門っす。食べる専門、はいはい、はじめさんもでしょう。私も食べる専門でございます。ということで、ほとんど包丁も握ったことないんですよ。私握ったことあります。握ったことぐらいあるよ。ある、あるある。たまにやるもん、カレーとか。お、カレーを作る、すごいそれ。ということで、今回はまずネギを切るっていうことがね、まず一つ大事なんですよ。難易度めっちゃ高いよ。で、ネギを切りたいんですけど、はいはい、どっちが切りますか？まあでもはじめさんやった方が面白いんじゃん。俺多分パパパパってできちゃうよ。本当ですか？うん、じゃあちょっと一回、じゃあ まず最初私からちょっとお手本見せますので、うん、包丁は何？本当に握るの何年ぶり？握るのはなんか一回なんか卵を何やったんだっけな、いやなんかこれで箸を切っちゃったんだよね、自分、妻の箸を間違って間違いすぎでしょ。なんか怒りとかなんか、そう、それでなんかあんまりこう良くないなと、危ないなと思って。いいっすね、包丁。何、自炊したことないの？自炊したことない。いや、そんな恵まれた人生はいる。すごい人。これまずあります、ネギです。はい、洗おうよ。まず洗います。いいですね、上手。あ、しっかり洗えてますね。で、ネギをどっちを切るかっていうのがまず一つの勝負ではあるんですよ。いやでも根っこ食うやついないやろっていうのはあるよね、さすがに。こっちが美味しいってことあんのかな。こっちが本物です、ネギの。ここです。ここは指怖い。はい、切れました。おとなしいね。ポン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 でしょ。ちょっと静かにしてもらっていいですか。ちょっと丁寧ね。ちょっと怖いな。あ、切れてますね。でけえな。ネギって結構切りにくいんですね。先生、これ用途は？用途は自分のところにかけるネギでございますけど。ローストビーフ丼の上に乗っけるネギってこと？ネギですね。これ湯に流せるやつ。え、こんな感じじゃない？うん、違う？できてるね。できてるね。すごいすごい。今適当でしょ。根っこがやっぱり大事らしいですよ。根っこ食べれたら終盤粘り効くらしいですよ。この根っこ、うん、この根っこ食うでしょ、うん、根っこ頭良くなるってよく聞く。なんかこれ、いやでも俺ちょっと先っぽの方が美味しいんちゃうかな、ちょっとさすがに。こんな感じだったら可愛いね、こんだけしかいらないの。え、もうちょっといるか。うん、なんか普段の威勢の良さがないです。慎重ですね、随分。怖いんだよね、もうちょっと。怖い怖い怖い。次過ぎちゃうのかね、こんな聞いててね。ね、はい、これね、刻む。あ、みじん切りってやつですか。よし、完成。完成。ネギはこれにします。じゃあスギちゃん次は、うん、いける。いや、私これ俺お皿が、お皿、ちょっと待って。ノープレッシャーすぎる、この後は。すごすぎでしょ。間違ってるこれ。いやいや、合ってるよ。それぐらいのサイズの方がなんかネギの多分繊維を切ってないから、うん、旨味が一番出る切り方してる。悪いやつだ。え、こんな感じじゃないの、ネギって。え、こうでしょ普通。あ、やばい、できてるの。え、しかも結構うまいやん。うん、こういうとこやな。やってますね先生。え、お芋さんネギ使っていい？やっぱあっちの方がいいですよ、はじめさん。え、しかもめっちゃうまいじゃん。ね、これ太一さんよりうまいっすか。太一さんよりうまい。太一さんできんのかな。ちょっとみんなびっくりしてる。引いてるやん。いや、ちょっと思ったよりできてびっくりした。うん、これできちゃうんだよな、結構。うん。なんか違う食べ物になってるな。なんか山菜みたいになってるね。あとは
ご飯が炊いてあります。はい。で、あ、これいよいよ、あといよいよですけど、うぅ、ヘミさんよく今まで生きてこれたね36年間いや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 周りの人本当に支えられてきてる。あ、おすごい、松坂牛、おすごいね、風格がありますよ、松坂牛、うん、肉ですね、楽しみ。開けますか。開けましょう。いきます、オープン。おお、英語です。いじれないって。英語のお肉、うん、いい肉ってことやな。英語ってなんか聞き覚えあるけど、まあでもどういうことですか。どういうことですか、英語の、英語の肉。これを、これをどう調理するか我々の腕にかかってる。そういうことです。ということで、うん、今回は、うん、スギちゃん、うん、ちょっと切る役やってよ。切るの、これ切るだけでいいのかな。うん、俺ご飯よそうから。ご飯よそれる。うん、それはなんかいけそうな気がする。うん、え、ご飯よそとこうか。これだ。うん、何でしたっけ、俺何しようとしたんだっけ。あ、ご飯を食べ、ご飯だ。しっかりやったよ。これ肉の繊維の方向どっちがいいんだろう。センス問われてる。センス問われてる。これ絶対どっちか正解ありますよね。正解あるよな。霜すごいっすね。すごい霜降り。スギちゃんご飯は大盛りなのかな。大盛り。トントントン。これでなんか詰めといた方が美味しいんちゃうかな。ご飯ってポンポンってした方がいいんちゃう。うん。そうなの。ご飯でいっぱいは詰まるかなと思った。違うか。あ、なんかいいっすね。いい感じな気がします。卵は？卵は最後じゃない？本当？これ一人何枚あるんだろうね。これ絶対揉めるからさ。今日何人？三人？一人だけ4枚です。先生4枚どうぞ。珍しいね。いや、さすがにもう絶対普段じゃんけんするやん。いや、まあ確かに、え、じゃんけんしとく。うん、よし、いっとこうか。うん、最初はグー、じゃんけんぽい、なんかしょしょはいはい、1枚プラス。マジかよ。めっちゃ痛いやん。これ1枚の1枚めっちゃでかいよ。これだって1枚でかっ、うん、大きいね、やった。俺のようには丁寧にね。ちょっと雑じゃないけど。こっから勝負っすよね、多分。これ味ないんですよ、多分。え、普通さ、俺さ、言っていい？真ん中に卵置くからさ、あ、なんか真ん中、あ、なるほどね、なるほどね。スポット、卵スポットね。うん、卵スポットなくないこれ。この辺にしてくびん。違うね、なんか。なんか鉛筆。こうだ。あ、こう。天才だ。そうでしょ。うん、これでここに、うん。これ卵割れる？で、ネギはどうするの？ネギ最後や。ネギ最後。うん。はい、で、卵をあれにしたいのよ、うん、黄身にしたいのよ、わかる？それむずいよな。やってできない。できる、できない。じゃあやってみよう。うん、やってみ。なんか皿いるんじゃない？皿。はい、じゃあこれあげる。うん、ちょっと割ってみて。いや、まず最初割ったことある？な、一回も。マジで言ってる。マジで言ってる。マジでない。え、マジで言ってる。え、卵こう、なんかあれでしょ、卵って割ったことない人生。卵は割ったことある、さすがに。本当？難しいね、これ。これで白身取るんですかね、確かに。卵の殻で黄身をすくって、で、もう片方の殻に渡してを繰り返しながら減らしていくんですよ。へぇ、バラができたっぽいの。あ、できたね。できたね。こいつ意外とできんなかもしれない。意外とできた。意外とできた、びっくりした。やってごらん。ひえ。スギちゃんちょっとできる子なんだね。ちょっと待って、知らなかった。20年一緒にいると思ってんの。20年ぐらい一緒にいるのに知らんかった。怖い怖い。硬い。ちょっといい。おー、うーん、上手。意外とできてる。これ誰でもできるって説あるね。いや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 、俺ができると誰でもできるって。おお、上手。うん、スイちゃんがちょっとやってあげて。あ
ょっと人のだと思うと急に雑になっちゃった。どうした？ひどい。どうも。オッケーオッケーオッケー。これをパパパッと色付けだ。うん、センス問われてるね。うん、うわーすごい。もうちょ奇才だ。色どう？職人っすねやっぱ。よくする前衛的だ。多分これ流行りますよ、このネギの切り方。これでいいと。うわうまそう。じゃあスキちゃんの見ようかな。いや俺もセンスないんだよな。これこういうのってやっぱさ将棋に生きると思うんだよ。こういうなんか駒組みのセンスみたいなもんじゃん。あこれ駒組みのセンス、うん、いやなんかこれ多分ね雰囲気で散りばめとくのが面白いです。おーなんか そーっとでもなんか白髪ネギってやっぱさ、白髪ネギあった方がいいね。全部をチャラにしてくれるね。よしじゃあ、あのいや、俺のね、うん、そうでしょ、うん、なかなかうまくつけてうまいね、うん、できましたさてやつけてということで、これで、ね、あちらに持ってきますか、はい、こういう丁寧なご飯ってないよね、あんま。そうね、なんか、ハイエナみたいな人たちばっかりじゃん。ハイエナみたいな人たちすごいよね、食べ放題とか言ってもね。確かに、食べ放題やばいよね。うんちょっと待って悪いやつだちょっとね。じゃあ、はい、いただきます。いただきます。いやお疲れ様でした。お疲れ様です。料理どうでしたか。料理楽しかったですか。なんか意外とできるな。意外とできるなって確かにスギちゃん結構できるんだな。前みんなで旅行行った時って誰が料理してたっけ。クロス旅行行った時どこに旅行行った時。伊豆とか。あ伊豆。クロスクロちゃんは結構、黒沢先生はね、黒助とか言っちゃった、黒沢さんか、黒助は結構料理できるイメージあるよね、うん、なんかそつなくこなすってイメージない、なんかちょっと、うん、何でもそつなくやるよね、うん、なんか店の予約とかに、どんだけ腹減ってたんですか、先輩、えいや、肉うまいね、これ、めちゃくちゃ、やっぱ英語ランクの肉うまいっすね、強調して、これ。うん、めっちゃうまい。めっちゃ美味しいじゃん、うん、素材がいいな。確かに、うん、いくらでも食えるね、うん、素材がいいっすね。いやさっきのじゃんけんでかかったの。先生いつも何食べてるんですか。対局、うん、対局の時とか肉食べます。細島屋が多いかも。うん細島屋のそば、うん、なんか鍋焼きうどんとか。あそれ理由があるんですか。あんま食欲なくて麺類が多いです。ああ、食欲がなくなるんだ、うん、対局中は。太一さん、本当は なんで休んでるんですか。いや、本当に連絡してない、なんか。あ、そうなんだ、うん、気遣って気遣って、ちょっと疲れちゃったかなって。あ、そうなんだ。俺、シュゲちゃんって 4個違いなのか。藤森、誰と同じです。俺、藤森さんと及川さんとか。あ、及川さんって違くない。及川さん、一緒だよ。あれ、そうだっけ。そんな上、及川さんって。え、及川さん年上やね。てか俺と同じだよ。あ、そうなんだ。及川、藤森、鈴木は一緒のはず。あと門倉。ああ門倉とかも。そっか、みんな一緒。杉ちゃんの同期は何誰ですか。いや年はうん女あんまり。あんまりね。あんまりいない。あんまりいない。ほんとに。絶対言うでしょ。いや、これ絶対コメント欄に、いるだろうって来るよ。黒沢伊勢とか、関東だと。なかなかいい面もあってね。あこ仲いいっすよね。うん、そうですね。確かに、はじめさんち来なくなっちゃったからな。あ、そう、最近来たくないんだよな、先生。なんで来てくれなくなったんですか。昔はよく来てくれたじゃないですか。ちょっとね。距離がね、距離が生まれちゃいましたね。ああ我々の中ね、距離が、うん、まあでも我々結構たまに距離離れたりくっついたりするよね、うん、結構合わなくなった時もあったし、毎回なんかベタベタ合ってるような感じではないよね、うん、なんかかもしれない。会いたい時に会うかみたいな。はじめさんって今振り飛車やってるんですか。うん、最近振り飛車しかしてないね。大会は出てますか。大会ね、うん、いやでもなんかあんまり今シーズン少ないんだよね。アマ竜ぐらいなんだよね、アマ竜王戦ぐらいで、うん、でアマ竜王戦の日ちょっと負けてしまって、もう素早く東京予選でもう終わりました。残念なことに敗退してしまいました。
あんだけ大差の利用性いじっといて、はい、自分自分も利用性敗退したんで何も言えないんですけど、その寄付見たいな、その寄付見たいな、いやその寄付ね確かに、うん、残してないんだよね、もう忘れることにしてんだよね。負けた寄付残さない人がいるんですか。まあね、よくないよね本当はね、うん、負けた寄付こそ反省でしょう。かっこいい、さすが須藤先生は利用線は今残ってるんですか。いやナチュラルにえぐってきます、ね、いや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 みんな2人で傷の、いや痛すぎた、いや利用線は痛すぎた、痛かった痛かった痛かった、そう痛かった痛かった普通に痛かった、いやあれなんか本当にすごいですよ、利用線って終わるの11位とかじゃないですか、はい、あれすごいんですよ、なんかちょうど帰って駅着いて桜が超咲いてて、はい、夜桜見てたらなんか涙出そうになってきて、すごいんですよ本当に桜の花の効果っていうか、えそういうのないですか、なんか急に切なくなってくる、なんか、うん、どういう気持ちになったってことですか。どういう気持ちなんだろうね、なんか桜が散るみたいな、そう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 、それに連想して、うん、俺も散ってしまったみたいなどういうこと。やりごせに痛かったんですよちょっと、まあまあありますよね、あります、まあなんかでも一喜一憂しない方が大事ですよね、うん、はじめさん何そのあまりは惜しかったの、惜しかったっていうかいいところで負けたの。いや全然いいところじゃなく素早く負けた、決勝トーナメント、決勝トーナメント1回戦とかで負けてるからもう何もいいとこも一つもないんだけど、うん、でそういう時ってさ、うん、どうしてほしい、うん、いや今度さ大志さんに会うんだけどさ、うん、大志さんに何ていう声をかけるとこういいですかねいやいや、うん、こうアドバイスとしてなんかこうでもやっぱやっぱ弱ってる人を見るとはじめさん元気じゃん基本的に弱ってる人を見たら俺が元気、うん、どういうことどういうことどういうこと、なんかさ、うん、人がちょっと変な将棋指した時とかすごい嬉しそうじゃんですね。やめてくださいよそうやって、本当にそうしたら視聴者がなんかあれですよ、んはじめさんそんな人じゃないって言ってる、いやいやいやもうバレてます、バレてますからいやでもさずるいよね、自分のさあまり言うとか一個も触れないわけじゃないですか。そうはじめさんも全部のアマ大会の結果を公表していくべきでしょ。え俺が、うん、いやそれ需要ないっす、いや来たいっていうファンの方がいれば、うん、まあそれは、うん、みんなね考えますけど、そうコメントに皆さん書いていただけたら、はい、あのでもまあまあないでしょう、やっぱ大志先生の結果気になると思うので、まあまあまあ確かに、ね、それはねまあまあ、でもはじめさんはどうなんだという声も当然あるわけですよ、はじめさんあの隣でいつもいじってる偉そうなやつは何なんだってそれはあるね、自分も頑張らなきゃダメですね本当に。次は奄名人戦、もう次は奄名人戦かな、奄名人戦の時にね応援に来てくれたもんね、それじゃね、うん、俺がベスト4になった時にね、うん、応援来てくれて、もう杉本さんのおかげで優勝できましたね本当に。皆さんがベスト4に残るとは思ってなかったんで、おい記念にいとくかなごちそうになろうかなと思って、あれでもなんかあの後って一緒にどっか行った記憶ないっすよね、解散したのかな、なんかはじめさんに予定入れてたんじゃなかったっけ、なんかなべちゃんに会うって約束があったんだよね。あそうだっけ、そうそうそう、なんか漫画家さんに会うって約束があって、なんかその日は解散したけど、なんかその後なんかやった気がする、やってないか、やってないやってないな犬いねいやいやいや、いいんじゃない、育てられる育てでもこれ箸がないからさ、切りづらいよね結構。あ、そうそう、どうやって噛み切るの、うん、もう噛んだ、まあまあ食い切ったさ、飲み込んだ、うん、だから本当はもうちょっとさ、細切れにするんちゃうなんかマジか、うん、でかすぎた、でかすぎたと思う、それはあるね、確かになんか雑だったんちゃうかなと思ったんだよね、ちょっと急にしたなんか一口サイズじゃないもんね、うん、なんかちょっとこうガッて食わないといけなくなっちゃってる、これ美味しいんだけどね、食いづらいの肉で食いづらい細かいな、それ料理人のあれだね、腕だね、あのネギの切り方する人にダメ出しされてるひどいめっちゃ食うやんまだ足りないよ、ほんと、いや、ちょうどいいちょうどいい、あ、ちょうどいいんだ、うん、ゆみさん少ない小食、うん、最近小食、まあ昔よりは食べなくなったね、だいぶね、昔ハンバーグ10個とか食べてたよね、はじめさん、ハンバーグ10個食べてたね、すごすぎるよね、すごい食べてた、だって1日7食食べてたの
いや高校時代は1日7食食べてた。昼休みとなんか10分休みの休憩にうどんとかカレー食べてたから。学校の学食に行って、うん、10分間で食べに行くっていう。すごいことだよね。だってね、俺だって天丼屋行ってさ、3つぐらい食ってたよ。天丼3つ食って、重すぎるの、うん、上天丼とか食ってたし、しかも全部天丼だったじゃん。なんか天丼みたいな。そう、天丼で3ついけるから異常だったんだよね。天丼してるんですよ、うん、なんかね、特選天丼となんかカレー天丼と特天丼定食みたいな、なんかちょっと味変してる。ちょっと味変したんだよね。あのさ、蒲田のさ道場のさ、うん、隣にあった天丼屋あったの覚えてない？あった気する。あそこでよくごっそりになった時にさ、ごっそりになってるって。しかも確かに天丼ちょっと高いもんが、うんうん、高くて自分じゃ食えないけどごっそりになる時に食べてもいいですかって言って、ごちそうさまレシピだなでバカバカ、本当によくそのシチュエーションで3つ頼めました、ね、いや遠慮っていうのはなんかそういう方がなんか将棋界って可愛がられますよね、うん、そうイメージは。なんかよく食べろやみたいな、うん、なんかいっぱい食べなみたいな感じ。ちょっと気狂ってるぐらい食べる方が、うん、可愛いなっていう感じで、こうよくね、ヒロシさんでもごちそうになったしね。ヒロシさん確かに今でもそうだけど、あと戸部さんとかにもごちそうになったし、もうむちゃくちゃごちそうになった。記録とか取ってるとね。ああ、そうそう、記録とか取った後、なんか先生、ご飯行けますか？え、なんか。記録の昼とかね、勝負ですよね。ご飯呼んでくれないかなって思ってるのもね。思ってる。私もそう。めっちゃでかいですよ。奨励会員にとっても1000円めっちゃでかくないですか？でかい。その昼飯、うん。なんかもう、今の1000円と全然違うもんね、価値がね。今、外出禁止じゃないですか。誰にたかるんですか？いや、いないよね。いないんじゃない？一人。父が全部部屋の中で食べてるから。しかもこれなんかその先生に直接じゃない。そう、声を自分たちでは絶対言わないんで、先輩たちが声をかけてくれるのを待つだけですね。オーラを出して。いや、オーラは出す、なんか出さない、なんか出すって。なんか視界の片隅になんとなくいるよみたいな、そういう効果をやってなんとなく映り込むぐらいに位置にいて。なんか声かけてもらったら嬉しいみたいな、そういう。でもはじめさん声かけられる率めちゃくちゃ高かったんじゃない？めちゃめちゃ高かったね。もういろんな先生とご飯行かせていただいて、めちゃめちゃいろいろエピソード聞いて、結構将棋界の裏情報みたいなね、ご飯食べてる時とか先生が話してくれると面白いですよね。面白い。結構ね、うん、眠くなんだよね。でも昼ご飯さ、チャコとか行ってさ。ああ、そう、昼ご飯食べた後の1時間半とか1時間がもう本当に辛いよね。なんかそう、気合で乗り切れっていう人は多いじゃないですか、世の中、うん、でもそれが乗り切れない眠さってあるよね、うん、あの究極なんだよね。もうなんかさ、つねってもう眠いじゃん、うん、もうなんかもう何しても眠いみたいな状態になるっていう恐ろしい状態で、正座してるしね、動けないし、うん、音がないし、うん、今みたいにタブレットじゃないから、そう、タブレットじゃないから普通に進んだの見落としたらもう終わりですよ、うん、まあ、見落とすことはでもなかったよね。あった？ない。俺もさすがになかった気がする。なんとなく起きるなんとなく雰囲気で起きるよね、あれ、うん、やっぱちょっと意識が朦朧となってる時もパッと目が覚めて気持ちいいんですよね、記録取ってる時に寝るのって思います。ご飯食べてるからねでもよくないよね、本当に。頑張ろうっていう、でも意思はあるよね、頑張ろうってね、ある、うん。いや、それを俺中継されたこともあったしね、名人戦の時さ。え、あった。俺本当にあれ本当しびれてた。なんか BS で寝たんだっけ？いや、寝たんじゃない、 BS でなんか中継されてる時に、まあ寝たって言えば寝たんだろうけど、いや、すごい大恐慌だったんですよ。まあ、名人戦の9時間あるもんね。9時間あってなんかね、半端じゃなかったんですよ。140分か150分ぐらいの恐慌だったんですよ。まあ、たまにあるよね、うん、でその時にこう中継変わったなって思ったんだけど、もうやばいのよね、もう意識がこうなんとか耐えなきゃいけない、うん、でも、うん、生物的に厳しいっていう、名人戦しかもご飯美味しいしね、普段より。いや、しかもご飯美味しい上にその時和服だったのよね。ああ、そうだった。でさ、夜さ、うん、夜もこう打ち上げみたいなのがあって、あ、その後に帰って朝6時に来て着付けやって、うん、偉い関係者の方々がいっぱいいて、うん、緊張して、うん、もうほんと疲れるのよね、うん、当たり前だけど、うん、あれはね、こうやった人にしかわからない、こう、うん、あると思うんだよね。
あれはやばい。なんかでもそれでなんかさ、うん、なんかちょっとあったよね、なんかはじめさんが寝てちょっとあったよね、なんか盛り上がり、人盛り上がり。え、おっと、あ、なかったっけ。俺意外とどういうと思うんだけど、おるって、なんか記録係寝てるなみたいな、なんかその NHK のクレームみたいな。いや、クレ、俺クレーム来俺クレーム来たことないよ。あれ違うか。俺じゃないよそれ。そっか、俺は、あの、意外と、いや、カットは本当に、すぐ燃やそうと、危ないな。いや、俺、本当にちゃんとしてますよ、意外と。うん、もう本当に、ね、もういろんなことあったね、うん、修行時代はね。修行時代、確かにあった。てか、我々、修行時代、いつも一緒にいたしね、結構ね。あー、なんか、2段とかの時ですかね、多分。2段の時もいたし。ちょっとか、3段になると、もうあんまりしゃべなんか、うん、そうね、ちょっとピリピリしますよね。当たるしね。研究会はやってたけど、なんか、朝練とかやったの覚えてる？1回だけ。ね、しかも8時とかで、ね、確か8時連盟とか、なんか朝練とかやったり、研究会の前に研究会とかに、確か、うん、でも2段ぐらいの時ですかね、一番遊んでたのは。まあ我々何してな、まあでもなんか、まあまあ、いつも近くにはいたよね、うん、なんかよくわかんないけどね。奨励会の時遊んでたのは2段ぐらいの時の気がするので、まあでも我々もう30代ですからね。うん、もう俺も30代ですからねって、俺自分で、ね、俺はポストが40か、うん、嘘だ、もうじきや。俺さ、自分の年齢がさ、途中で分かんなくなってない？いや、いいっすよ。まあ、いいか。分かんなくていいか。うん、まあまあ、今後もね、我々は長く続いてきますかね。うん。で、なんか大志先生に言いたいこととかってあったりしますか？最後に、ね。大志、やっぱりこのチャンネル出てもらって、やっぱり大志先生にこう、なんか一言。いつもお世話になっております。今日はちょっと。数々の失言などあったと思いますが、ご容赦願いたいと思います。また将棋教えてください。ありがとうございました。ありがとうございました。